西川本で切り替えてのプレッシャーです。ここは番の脇っていうのは一つ狙いなのかなという気がしますね、ここは中盤できている。ヒョンのところは山中が行く。ヒョンです。中盤の間を使いながらというところで、さあ奪った鹿島です。中央へ白井シュート、ヒョンのシュート。ヒョン中央へパンチング、ヒョン、ヒョンが拾ってヒョンのシュート。競り勝った内田トヤプンダイに入りました。セカンド拾ったんですが奪い、はい、まあ、ただそれだけではないという部分もあった方がいいですよね。プレスで奪った徳島、ここも奪って出ていきたいですよね。はい、投入でした。柿谷右を使ってカカ後ろからシュートだー、はい、そういった部分でまたフレッシュな選手を入れて、そこで奪う、奪い返すというところを奪った徳島、うん、ヒョン、ヒョンが持っていく、こました、ヒョンのクロス、当たってコーン浮かせる、競り合って、このセカンド、ヒョンです。なんですが、キャプテンマーク、しびきが巻いたり、そして今日は桑崎が、長崎はキャプテンマークを巻いています。桑崎に関してはこうゴール出しもって作り直すか、近い距離のところにはヒョンがいます。そのヒョンは一つ、まあ、このロングスローというのが、はい、武器の一つでもありますが、ここも中盤激しいチェック、ボール奪い切りましたヒョン。おー、うまくターンした。加藤のプレスを剥がしに、本当に頼りになる存在ですよね、まあ、このスアレスいない間は田中もね、よくない、はい、クロスを入れようと伺いながら一旦戻してヒョン、またサイドを変えていきます。の攻撃を自分たちの前でしっかりと行っていますから、まあ、そこまでまだ怖さは感じていないと思うんですけども、お互い前へその折りを狙っていきましたが跳ね返されました。ました。受けて戻してヒョン。クロスが入る。西矢。平井から浜下へ。受けに行って。東のボールを探しますヒョン。もう一度ヒョンに入る。白井からヒョン。もうやっぱりこう相手の前で持っている機会がやっぱ多いですから、はい、相手怖がるのはやっぱ相手の背後であったり、まあ、必要ですね。さあヒョンです。もう2人かわす。浜下へ。西矢がこの時間右サイドにいます。戻していく。ヒールパスを送る。常に狙ってますね。ヒョンです。あ、ここ狙っていました、はい、それを繰り返すっていう感じですね。ヒョンがまた2試合出します。そして杉森、ヒョン打っていく。対応せざる。少し、まあ、間が、まあ、時間があるような感じますしますからね。ヒョンに入りました。さあヒョン、パスを送る西矢。